プルギスで登場したハムアンの妹、セラーナカーンに対するみんなの反応集。ではどうぞ。ハムアン様に妹がいたという衝撃の事実が発覚。ハムアンに妹いたんだ？ハムアンの妹、そんなことになってるんですね。キャラもモビルスーツも無限。そうです。キュベレイがベースの派生機で、自称ハムアンかっこハムアンの妹が乗ってます。そのモビルスーツを狩るのはハムアン様の妹くん、セラーナカーン。ネオジオンの崩壊を防ぐために自身が先頭に立って戦うくだりは、本編の方より熱かった。セラーナカーン専用モビルスーツプロトピマーテル、エウーゴの新型モビルスーツヘッジホープが迎え撃つ。ハムアンに妹がいて、セラーナカーンって名前で、ギリシャ神話の神の名前のディマーテル？情報硬すぎるけど、とりあえずこのプラも欲しい。バルプルギス・イブ・ハムアンの妹のセラーナの話。この後ニセハムアンになるまでに何が起こったかがわかります。兄弟揃ってニュータイプ力高いから、建前だけの大人を感じてしまうし、唯一の妹だからこそ出た怒りはあのハムアンも怯える。後のプル2戦のハイパー化の伏線かな。機動戦士ガンダムバルプルギス・イブ・ハムアンの妹、セラーナ・カーンの苦悩、ニセハムアン誕生の秘密。もしこの言葉の通りだとしたら、ハムアンが本当に担ぎたかったのはミネバザビではなく、キャスバル大君であるシャアーズナブル、あるいは、その妹のアルテイシア大君かっこセイラさんだったりしたのか？とも思う。ハムアンの妹出てくるはびっくりしたけどバルプルギスおもろかったな。宇宙世紀にアナザーの世界の技術が流れてきている。姉妹やクローンを使ってこれ以上宇宙世紀の話を作るのは厳しくなってきている。せめて、ハムアンの妹には幸せになってほしい。この先、公式で5ムラサメや7ムラサメが出てきそう。ガンダムだから、ガンダムエースむちゃくちゃだなハムアンの妹って。ハムアンの妹が気になるわね。さてどうしようか時代。ハムアン様。私が貴様の妹に髪型を寄せたなどというデマが広まっているのは心外だな。これは貴様が娯楽に乏しいアクシズ時代に、ミネバ様にお見せしているうちに自分がハマってしまった昔のアニメキャラであるミンキーモモ。じゃあ、何もかも私が悪かった。それ以上は何も言わないでくれハマーン。前日談ですな。作者曰く、謎を解き明かすつもりがさらに謎を作ってしまったので回収しますとのこと。カーン家三女セラーナカーンが、こうしてクローズアップされるなら、フルのアドバンスドオペレーションもリメイクしてほしい。ええ、知らなかったな。姉も妹もいるんだね。調べると出てくるもんだ。笑い。機動戦士ガンダムシリーズは、どれだけ勝手に世界を広げれば済むんだろうか？ニセハムアンかと思いきやハムアンの妹だったんだ。ガンダムの、セラーナカーンって田中氏が作ったキャラなんだよな。アドバンスドオペレーションはゲームシステム、設定、プログラム、ストーリー基本的にベースは田中氏。セラーナカーンはコミック機動戦士ガンダム、C、D、A、若き彗星の肖像にも登場してます。ネオジオンには穏健派とも呼べる勢力もいました。それがセラーナカーンを中心とするグループです。マハラジャカーンの三女であり、ハマーンの妹でもあるセラーナは、アクシズ時代には目立った存在ではなく、父の看病を担当していたようです。宇宙世紀 00067 年1月10日。ジオン公国交換、マハラジャカーンの次女として生まれた。姉のマレーネはドズルザビ中将の妾であるが、一年戦争前に死亡。またセラーナという妹がいる。昔、PC9801 で発売されていた幻の名作アドバンスドオペレーションに出てたな。このゲームは三木本春彦さんがキャラデザをしており、ゼータガンダムに出てくるハマーンの妹のセラーナカーンが出てくるストーリーも非常に面白いゲームです。カーン家の皆様。父マハラジャ、母レイチェル、長女マレーネ、次女ハマーン、三女セラーナ、父はジオン公国の高官、母はハマーンが6歳の頃に病死、ハマーンはフラナガン機関に育てられた。
姉はドズルの愛称だった。妹についての逸話はあるが設定に不明な点が多い。バルプルギス、セラーナカーン。三姉妹って設定アニメ放送当時からあったんか。昔書いたセラーナカーンが主人公の小説から。プロローグが姉妹の会話。古いので句読点の使い方が未熟なのは致し方がない。全部読みたい人は菊支部にあるはず。セラーナカーン、姉さん使ってもらえて嬉しいのに素直になろうよって言われそうですね。 G ディフェンサーの色いいな。リガビに合う。ハマーン様の妹セラーナカーン様のリファインゼータ界みたい。敵味方関係なく砲撃して死亡だと外分悪すぎるからね。しかし CDA にも出てた三女のセラーナカーンはその後どうなったんだろうね。彼女も姉二人同様ニュータイプだったのかな。宇宙世紀 00067 年1月10日、ジオン公国交換、マハラジャカーンの次女として生まれる。姉はドズルザビの妾であるが、一年戦争前に死亡。マレーネカーン、ハマーンカーン、セラーナカーン。久々にセラーナカーンの名前を見た。アドバンスオペレーションはビグザムが鬼すぎた記憶しかない。履歴は、父、大君派交換、マハラジャカーン、母、レイチェル、長女マレーネ、次女ハマーン、三女セラーナ、四女エミリアと娘4人姉妹、いっぱい女いる。パパは、アクシズっていう資源衛星の管理の仕事をしている人。この人は戦争とは、全く無縁。戦争に駆り出されたくないから。まあ妹のセラーナカーンは後付け設定だけど、ネオジオンの穏健派勢力だったらしい。セラーナ、ハマーンの妹セラーナカーン外務次官、オデッサ基地。ゼータゼータの時代には軍民共有の航空大学校が併設されており、アクシズ紛争の戦後処理で対立するネオジオン内で、穏健派はセラーナカーン外務次官を連邦への特使としてオデッサに降下させるのであった。ガンダムはパソゲー出身のセラーナカーンとか漫画で再び出てきたりで、じゃあアニメ準拠の世界観でも、この人は逆者直前になんかしてたのかなとかかえって気になる。セラーナカーンがかわいすぎる。その話をポカーンと聞いてたセラーナさん、なんとなく宇宙世紀の一年戦争、テラーズ紛争、グリプス戦略、第一次ネオジオン紛争、ラプラス戦争と知ってたけど、ハマーンカーンの妹セラーナカーン外務次官と書いたのか。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。